あの、ショート似合わせ男いるような、なんか。ショートが一度も似合ったことないと言われた女子のショート必ず似合わせ男いるよね、なんか。でもさ、なんかマジでその、私本当に一度もショート似合ったことなくてって出てくる女の子全員可愛い。なんかびっくりする。全員可愛くて、いや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 、何でも似合うよって思いながら見てる。そりゃ似合うよ、だって可愛いもん。俺どんなか、女の子の髪型どんなが好きなんだろうな。ボブとか好きなんかな。いやー、でもショートボブは結構好きなんですよ。ショートボブ、ショートボブはスコです。正直スコです。いや、ショートが好きかと言われたら無節操マオなので、別にロングも好きなんですよね。そこは本当に誤解しないでほしい。ショートもロングも好きです。無節操マオ、無節操マオ、まあまあ強キャラっぽくて好き。無節操のマオだ、よろしくな。お前は無節操のマオ、貴様まさか。ああ、どんな女の子だって俺のことが好きだったら好きさ。無節操のマオめ。てててーん、てー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 。てーてーてー、てー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 。てー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 。今度なんか髪切ってもらうやつやりたいな。今度ビクゾーに頼んでみよう。ビクゾーに聞いてみよう。ビクちゃん髪切っ って、動画撮らしてって聞いてみよう。髪のビフォーアフターやってもらおう。ショート動画であげよう、それは。普通の動画撮って、で、その後にショート動画でビフォーアフターのやつやって、それあげよう。RTA やってもらおう。やだ、ゆっくりちゃんと切ってほしい。でも、ビクゾーに切ってもらって3分の1を、3分の1いじり引いたらちょっとショック受けるわ。ビクゾーにせっかくやってもらったのに3分の1いじりを引いてしまった。ビクゾーに髪を切ってもらうと3分の1でいじり岡田になる、マオ。Ha ha ha.